はいどうもこんにちはクレイです。というわけで今回は2021能力アップダウン予想をやっていきたいなと思います。はい、ということでございまして、この動画はですね2020シーズンの成績をもとに2021シリーズ1の能力アップダウンを予想していくという動画なんですけれども、まあ過去にもですねこんな感じでグランドオープン前にやったりとか、あとはシリーズの切り替わり前にですねこんな感じの動画を出しているんですけども、まあ今回は2021シリーズ1来たるグランドオープン後の予想をねやっていきたいなと思います。で本日は野手編ということで、まあ今回野手をやって後日投手編をやるっていう感じでねいきたいなと思います。で基本的にはですねスランクで登場そうな選手のみっていうところを今回はピックアップして予想していきます。まあちょっと球団によってねアップダウンの人数差出てしまうところあるんですが、そこはご了承いただければと思います。で去年はですね開幕が遅れたこともありまして、シリーズ2の変動っていうところはねかなり少なかったんですけども、まあ2021シリーズ1っていうところは大幅に変わる可能性もあるんじゃないかなと思っています。結構シリーズ1からシリーズ2の能力変動よりもシリーズ2からシリーズ1、要は年をまたぐタイミングの能力修正というところ結構あるので、まあその辺ちょっと注目してみていければいいかなと思っています。まあ、あとはこの動画を通してですね単純に S ランク手に入れられた時のことを考えてもらうのもいいんですけど、まあ A ランク育成するかどうかっていうところのね参考にもしていただければ嬉しいなと思います。はい、ということでございまして、早速ねもう見ていきたいと思います。まずソフトバンク1人目が周東選手ですね。はい、ここは能力アップするんじゃないかなと予想しております。特にミートの部分ですね、はい、ここは上がるであろうと思っております。あとはもう50盗塁達成してますので、まあギリギリ届く88ぐらいまで来てもおかしくはないんじゃないかなと思っております。で逆にダウンしそうな選手1人目がこちら、はい、松田選手ですね。まあここに関してちょっと昨シーズンね苦しい成績になってますので、おそらくまあ特にそうだなパワーの部分かな、パワー A ってところは切っちゃうんじゃないかなと思っております。続いて2人目、ここグラシアル選手なんですけども、まあここはでもねちょっと来日するタイミングが遅かったりとか調整難しかった部分も多分あるんで、そこどう考慮されるかっていうところではあるんですけど、まあ結構同値をね崩されたりするのがシリーズ1あるあるではあるので、まあミパのデフォ同値 AA ってところは結構崩されそうな気がしてますね。はい、まあそういった部分では能力自体めっちゃダウンってわけではないかもしれないですけど、まあ使い勝手的にはダウンっていう感じになるんじゃないかなと思いますね。で、3人目がバレンティ選手ですね。はい、ここもちょっと出場試合数がね、少ない部分ではあるんですけど、打率1割6分8厘9本22打点ってことで、まあ、ミートパワーの部分、落とされるんじゃないかなと予想しております。続いてロッテですね。能力アップそうな選手、菅野選手ですね。はい、こちらを入れさせてもらいました。まあ、ここも強いて言うならというラインでありますが、80試合で2割6分っていう打率なので、まあ、特にミートの部分がもう少し上がってきてもいいかなっていう感じですね。で逆に、まあ、能力ダウンしそうな選手もそこまでいないっていう印象ですね。はい、続いて西武いきたいと思います。西武はちょっと人数が多いんですが、まず能力アップ予想がスパンジェンバーグ選手ですね。こちら111試合で2割6分8厘15本57打点ということで、まあミートの部分ですね、一番ミートの部分と、まあ、パワーも75ぐらいまではいってもいいんじゃないかなと思ってますね。そもそものその走力型ってところが、変わることを個人的には期待してます。で逆にダウン予想がこちら、はい、まず1人目が山川選手ですね。ここは102試合2割飛んで5厘24本、73打点ということで、まあパワーに関しては A は維持かなっていう感じであるんですけど、ミートの部分がまあ60前半台、まあそこまで落ちないかな、65前後になるんじゃないかなと思ってますね。で続いて2人目がこちら森選手ですね。ここも104試合で2割5分1厘9本38打点ということで、まあミートパワーの部分ですね、それぞれ、ダウンになるんじゃないかなと思います。であとはこちら、はい、中村拓也選手ですね。まあここもちょっと試合数は少なめではあるんですが、2割1分3厘9本31打点ということで、まあミーパーですね、やっぱりここも下がるんじゃないかなという予想です。でラストこちら、はい、殿崎選手ですね。ここも120試合の出場で、2割4分7厘8本43打点ということで、今パワーと走力の同値なんですけど、おそらくここも走力型になっちゃうんじゃないかなと予想しておりますので、まあちょっと今までここセカンドで使ってたっていう方はまあ辛い感じにはなるかなと思います。続いて楽天いきましょう。楽天まず1人目こちら浅村選手ですね。はい、こちら昨シーズンの成績が120試合2割8分32本104打点ということで、まあやっぱミートの部分ですね、ここに関しては上がるんじゃないかなと思います。まあミート A ギリ届くぐらいまでは上がってくれたらいいですね。77、83とかになってくれるだけでも全然、強化と言えるんじゃないかなと思います。続いて2人目はこちら小深田選手ですね。こちら112試合で2割8分8厘3本31打点という成績なので、まあミートの部分がもう少し76ぐらいまでは上がってきてもいいんじゃないかなと思っています。で
ラスト3人目がこちら小郷選手ですね。まあ、ここはちょっと若干番外編みたいな感じあるんですけど、 S ランクは出てないんですが、次のシリーズ以降、まあ、直近ですぐに能力がガツンと上がるっていう感じじゃないかと思うんですけど、単純に今後能力が上がりそうな選手というところで入れさせてもらいました。まあ、成績的にもかなり見栄えのいい58試合で2割9分5厘4本12打点。個人的には何の試合だったかちょっと覚えてないんですけど、本拠地で打った逆方向へのホームラン、左中間にすごいいいホームラン打ってたんで、それがすごい印象に残ってるんですよね。なので、まあ、結構この辺は、先を見越して A ランク取っておくのもありなんじゃないかなと思ってます。続いて日本ハムいきたいと思います。日本ハムのノルカップストーンの選手がこちら、はい、渡辺選手ですね。ここは117試合で2割8分3厘の打率誇ってますので、まあミートの部分上がるかなという予想ですね。まあそろそろミートパワー総力もうオール B で、まあどっちも狙えるくらいには来てもいいんじゃないかなと思ってます。で、逆に、能力ダウンストーンの選手は該当者なしとなってます。そんなに日本ハムは大きく変動はなさそうだなっていう印象ですね。続いてオリックス行きたいと思います。オリックス1人目がこちら、はい、モヤ選手ですね。こちらはまあ出場試合数自体は少ないんですけど、2割7分4厘12本38打点ということで、まあパワーは維持かなっていう感じなんですけど、まあミートの部分ですね、ミートがもうちょっと上がってくれてもいいんじゃないかなと思ってます。で、続いてこちら、はい、吉田正尚選手ですね。まあここもそんなに入れる必要もないかなとも思ったんですけど、まあ打率がやっぱ3割5分っていうところなんで、まあミート型にもっと寄るんじゃないかなっていう予想ですね。パワーが逆にちょっと下がっちゃう可能性も、あるのかなとは思ってます。ので、まあ結果的には能力はアップでも使い勝手的にはどうなんて感じではあるんですけど、まあまあ、能力の修正はあるかなと思ってます。で、逆にダウンしそうな選手が、ジョーンズ選手ですね。こちら87試合で2割5分8厘12本43打点なんで、まあミート、まあそこまで大きくここも変わんないとは思うんですけど、まあ強いて下がる選手を挙げるならジョーンズ選手かなっていう感じですね。続いて、巨人いきたいと思います。巨人まずノールカップストーンの選手1人目がこちら岡本選手ですね。ここは118試合で2割7分5厘31本97打点ということで、まあもともとかなりいい能力なんですが、ミートの部分ですね、もうちょっと上がってくれてもいいんじゃないかなと思っています。75前後ぐらいは全然いってもいいと思うんですよね。続いて2人目がこちら、はい、中島選手ですね。こちら100試合の出場で2割9分7厘7本29打点ということで、まあ復活のシーズンに、去年はなったかなと思うんですけど、まあ特に、まあミートの部分かな、もうちょっと上がってくれてもいいかなと思います。で、続いてこちら吉川直樹選手ですね。こちら112試合の出場で2割7分4厘8本32打点ってことで、まあここもミートの部分ですね、上がってくれてもいいかなと思います。で、ラストがこちら松原選手ですね。まあここもですね、出場試合数はめちゃめちゃ多いってわけではないんですけど、2割8分4厘、打率出てますので、ミートの部分、向上するんじゃないかなと思っています。で、逆に能力、ダウンしそうな選手は該当者なしとなってます。続いて阪神ですね。阪神に関してはまず1人目こちら大山選手ですね。まあここに関しては打率の部分でミートが上がってくるんじゃないかなと思っています。まあパワーは維持かな、パワー称号で頑張ってねっていう感じにしてくるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあミートもちょっと上がってくれれば、まあ今のものでもね十分大山選手強いんですけど、さらに強くなるなという印象ですね。で、もう一人がこちら糸原選手でございます。はい、こちら昨シーズンが63試合の出場ではあるんですけど、2割9分4厘ということで、まあミートの部分ですね、もうちょっと上げてくれてもいいかなと思います。で、逆にダウンが、こちら、はい、糸井選手という予想ですね。86試合の出場で2割6分8厘、2本28打点ということで、まあ、ちょっと年々落ちてしまってたところもあったんですが、特にミートの部分が今年は下がりそうな予感がしております。続いて中日いきたいと思います。中日まず1人目がこちら、はい、アップ予想で高橋周平選手ですね。こちら108試合の出場で3割飛んで5厘、残してますので、まあ、ミートデフォから A でも全然いいレベルかなと思いますね。続いてもう1人がこちら、はい、木下選手ですね。ここは88試合の出場で2割6分7厘6本32打点ということで、打撃の2つの、パラメータですね、ミートパワーの部分はもう少し上がってくれてもいいかなという感じです。で、逆にダウンですね。ここちょっと難しいんですけど、ビシエド選手まず上げさせてもらいました。ここはデフォのミート81っていう部分が下がりそうかなと思ってますので、まあ両方 BB で、まあ称号でミパ AA ギリいけるぐらいが緩い査定にはなるというか、まあそこぐらいまだ下がっちゃいそうな気はしてますね。で、続いてもう一人がこちら平田選手ですね。まあここはそもそも S 出るかどうかも微妙なラインかなと思うんですけど、2割3分5人3本17打点ということで、まあ、まずミート A いける、称号でいけるっていうラインは切っちゃうかなと思ってますね。まあ、ただビシエド選手もそうなんですけど、2人とも実績が一応ある選手なので、まあ、言うほどのダウンにはならないのかなっていう感じではありますが、まあ、他の選手と比べるとダウンという感じになると思います。続いて DeNA ですね。はい、 DeNA まずアップ予想1人目がこちら宮崎選手ですね。ここは113試合の出場で3割飛んで1輪、残しておりますので、まずミート A は戻してくれてもいいかなと、戻ってきてくれてもいいのかなっていう感じですね。まあ、あとはパワーの部分も74
4号ぐらいまではいってもいいと思うんですよね。で続いて2人目がこちら佐野選手ですね。まあここもシリーズ2で結構上がったんで、まあそこまで大きなアップってわけではないと思うんですけど、一応打率的に3割2分8厘で20本ホームラン打ってますので、まあパワーの部分が、まあ、75、6ぐらいはいってほしいなっていう感じですね。でラスト3人目がこちら、はい、大和選手ですね。ここ85試合の出場であるんですが、打率2割8分1厘ということで、まあミート確かシリーズ1から上がってたんだったっけな、確かここは能力変わってたと思うんですけど、まあミートもう少し上がってくれてもいいかなっていう感じですね。で逆にダウンはそこまでいないかなっていう印象です。まあロペス選手とかがね、上げるところであったんですけど、まあ対談になってしまったので、まだ予想はなしという感じです。続いて広島行きたいと思います。ノールカップ下の選手1人目がこちら坂倉選手ですね。こちら81試合の出場で2割8分7厘、という打率残してますので、まあミート走力同値とか全然いいんじゃないかなと思います。個人的にも坂倉選手走力型なイメージはないので、まあそういった能力になることを期待しております。で続いて、菊池選手ですね。ここもまあそこまで大きな変動はないかなと思うんですけど、まあ去年の打率が2割7分1厘というところだったので、まあミートの、アップを期待してもいいかなっていう感じです。まああとは守備適性に関しては、まあちょっとね、その守備率10割っていうところで話題にはなったんで、まあ、補給ストロイング肩の産地は上がる可能性あると思うんですけど、まあ適性の部分は査定またちょっと別分野だと思うんで、まあそこはどうなるかは、一つ、まあ個人的な予想ではあんま変わんないんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ楽しみな一つではあります。で続いてアップ3人目がこちら長野選手ですね。ここは95試合の出場で2割8分5厘10本42打点ということで、まあミートの部分、パワーの部分それぞれ上がってくるんじゃないかなと思います。でラストヤクルトですね。はい、ヤクルトアップストの選手がこちら、はい、村上選手でございます。まあ、ここももうデフォーからかなりすごいんですけど、まあ、ミートの部分ですね、打率3割飛んで7厘、乗りましたので、まあ、ミート79とか78ぐらいは行ってもいいと思うんですよね。まあ、デフォで A の可能性も全然あると思います。はい、で逆にダウン予想がこちら山田選手ですね。まあ、ここは怪我の影響もあったんで何とも言えないところはあるんですけど、まあ、94試合で2割5分4厘12本52打点という数字だったので、まあ、全体的なダウンっていう感じになりそうかなと思います。まあ、ちょっと渋い査定になりそうですね。はい、ということでございまして、以上ノールカップダウン予想をやっていったんですけども、いかがだったでしょうか。まあ前提としてどこまで今年ね、ノールカ変わるかっていうところ、まあちょっとまたわからないところでもあるんですけど、まあシリーズ2も結構後半になるにつれてね、ノールカの修正入ったりもしてたんで、まあそれなりに、変わるんじゃないかなとベースでは予想しております。まあもちろん当たる予想は外れる予想はあると思うんですけど、まああくまでも僕の予想ということで、まあ一回捉えていただいて、ぜひ皆さんの中でも、予想を考えていただけるといいのかなと思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひご覧いただければ高評価、チャンネル登録、そしてツイッターのフォロー等々よろしくお願いいたします。ぜひね、この動画少しでも参考になっていれば、高評価とチャンネル登録をしていただけるとモチベになりますので、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。